久保さん今回点にしましょうか、点。まあ、確かにね、あのね、世の中にねウィキ、ウィキペディア男っていうのがいるんですよ、ウィキペディア男。<laughs> あのこれ昔ね、あの柴田さんがそのリスナーとやり合いするのがあって、その金魚を殺したことが悪じゃないかと、お前ダメだみたいな。 そのリスナーさんとやり合いするのがあるんですけど、その途中で出てくるのは、ウィキペディアに書いております。ウィキペディアに書いております。で、柴田さんが、お前はウキ,ウキペディアに書いてればいいのかみたいなね <laughs>。そう、ウキペディア男みたいなのいるんですよ。論破されてたんですけど <laughs>。そう。まあ確かにね、あの、自分でやっぱ考えるっていうところが欠けてる。逆にその、これは久保さん、ラッキーですね、僕たちね。 僕たちは気づいてるんだけどインターネットがこの文明が発達したことによって検索したらある程度情報が出てくるので逆にどん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 咀嚼力展開力っていうのがどんどん消えてくじゃないですかだから僕たちの話っていうのが生きてくるのかなと思いますね展開しまくってるじゃないですかだってこの、ね、今回なんか一文字ですからね一文字<笑><笑>まあ久保さんがねあのくみ取っていただいてなんか一文字でつなりましたけど まああのまあ、今回点なんですけど要は過去にある記憶あると思うんですねもしくは経験したこと、まあ、記憶体験その点と点をどうつなげて伝えていくのかそれを組み合わせてきっとこういうことなんじゃないかきっとそうなんじゃないかっていうねこの点と点をつなげるっていうことが非常に大事ですねうんだから僕がずっとしゃべれる理由って単純に過去の点と今話してる点今話してる伝えてる点と過去で起き あ,あった点とか,をとか最近知ったこととかをこう組み合わせてるんですよ瞬時にもしくは組み合わせてないけどもうそのまま出すみたいな吉田さん全然話変わるんですけどみたいな久保さんね <laughs> <laughs> この前これ映画行ってみたいな <laughs> いきなり全然話違うんだけどそれも使うんですよ <laughs> そうでもねそのトレーニングをずっとしてるので僕実はその まあ、車でその動画を撮ってるシリーズがあるんですけど、看板を見て喋るってことをやったりとかしてるんですよ。こう走ってるじゃないですか。で、看板見るじゃないですか。で、その看板をタイトルにして喋るんですよ。っていうトレーニングもしてるんですよ。みんなやらないですよね。看板を見て喋るみたいな <laughs>。だからもうずっとやってるんで、それ。うん。なんで多分強いですね。うん。で、僕はなんでそれをやるかっていうと、それが大事だと思うからですね。 うん、それがの一つの能力あの、飯食うためのスキル、能力だと僕は思うんで、人だから要は芸人さんとか、まあ、すなんかそういうああの、なんだろうな、絵描きさんとか詞を書く人だったりとか、結局一つの物事を見て、どう受け取って、どう解釈してコントにするのかとか、笑い話にするのかとか、なんだろうな、受け取り方なんですよね、解釈力というか、そ,それをどうつなげていくのかっていう、そこが違うんですよ、人と。 だからそこの能力ってめちゃめちゃ僕大事だと思うんですよね。で、特に今思ったんですけど、本当にその展開力、創作力っていうのがみんな今ないので、検索したら出てくるんで、だからウィキペディア男みたいなね、昔はいなかったと思うんですけど、いや、ウィキペディアに書いてあるじゃないですかと。柴田さんが、お前ウィキペディアに書いてあるんだったらそれが全部正しいのかみたいなね。そもそもウィキペディアっていうのは誰かが投稿したものだぞみたいなね。いや、ウィキペディアに書いてあるんですよみたいなね。<laughs> いや、これラッキーですね、確かに。 考える力を失いましたね、うん、だからまあこれからも僕は売れますね商品確信しましたい,いってらっしゃい。